難しい分野難しいっていう、最近まあ県外からね歌いに来てほしいって言われていくことが、まあ、まあまああるんですけど、徳島の方から呼ばれてですね、奥様が呼んだんですけど、ご主人さんが、ちょっとね、重い病で励ましに来てほしいということで、それで、まあ僕なんかの歌でね励まされるんだったら、じゃあまあ行きますよと言って、ライブしてきたんですけど、2回ぐらい呼ばれて行って、その、まあ、ご主人さんがですね、一昨日ぐらい亡くなられちゃったんですね。まあその時歌で励ますことはできたのかもしれないけど、まあでもこうなるとね、やっぱり自分無力だなというか、歌でなんかできることって少ないなって、今は時期じゃないなとかね、そういう思いが巡るんですが、その方のお主人さんの方が好きだった曲を一番だけにして、これはまあこのご主人さん亡くなられた方が好きだったんでしょうか。で次は、まあ、自分がまあ何もしてあげられなかったなっていうような、優しい言葉をかけてあげられなかったようなっていう、まあ、ね、徳島と広島ですが、できることも限られてますから、そういう思いを、まあぴったりっていうか、そういう曲があったので、それとその奥様が好きだった、好きな奥様ご健在ですから、奥様の好きな曲3曲続けてって言っても、ちょっと入れ替えたりするので、行ってみましょうか。
西島、三重子、池上さんのご主人さんがお好きだった曲です。続いては、まあ、僕がこれは剛が恋人が、恋人が亡くなった時に作った曲ですね。まあ僕の今の感情に近いものがあるかなと、あるかなと思って。
Thank you.
お好きな曲、ね、お好きっていうか、なんか最近僕が歌ってるのを聞いて知って、自分の今の思いとすごい重なるから、思い出ができたっていう感じだったみたいですね。松山千春の1980年の炎という曲でした。